こんにちは。エステティシャンの映画だ話。今日は、コンスタンティンについておしゃべりしていきたいと思います。で、これはですね、あの、えー、佐久間さんのラジオを聞いて、えー、9月2日がキアノリーブスの誕生日っていうことで、その中で話していて、えー、確かになんかもう一回見返してみるのもありだろうと思って見返してみたんですけれども、えあらすじがですね、 えー、DC コミックですね。ヘルブレイザーの原作に、えー、している映画で、まあ、オカルト探偵ですよね。その、えっ、ー、と、悪魔払い。エクソシストか。エクソシストの、えー、探偵で、で、肺がんの末期で、えー、もう余命行くばくもないんですけど、まあどうにかその悪魔払いたくさんして、どうにか、えー、長生きできないかと。 思いながらやってる。徳を積んでね、やってる、えー、人で。で、女性刑事アンジェラとその彼女の妹の死を、真相を探っていくという話ですけれども。まあ、これ、まあね、天使と悪魔というか、その天国と地獄みたいなのが、まあ、メインの話なんですけど。まあ、でも、こう、今の時代になって見返してみると、えー、すごい、 禁煙推奨映画というか、あのね、肺がんになって、末期の肺がんで、まあ15歳から30本、えー、キアノは吸ってるっていう設定で、まあ常に、好きやらばタバコ吸うみたいなね、感じで。でも、その、つける手間もある、ある、こう、惜しいから、悪魔払いする時も、つけっぱなしの、 タバコちょっと置いて悪魔払いするっていうぐらいタバコ好きなんですけど、まあ最終的になんかこう最後のシーンでね、もうガム噛んでたんで、マジで本当に禁煙 CM 映画というか、で、キアのかっこいいし、なんかね、最後、その、なんていうんですか、えっ、ー、と、最後のシーンで <laughs>、あの、えー、まあ、 女性刑事のために自分の命をこう捧げようと。自分はいいからまあ、その、彼女、アンジェラを助けてくれと。アンジェラはレイチェル・ワイズですけど、助けてくれっていうので、それを知ったこのね、神様が、まあ天国にこう、連れて行こうと。したときに、中指立ってるんですよね。で、あの、地獄のね、人に対して、えっ、ー、と、 ルシファーに対して、長指だったら、その、怒、ルシファーが起こって、もう、いや、キアナは俺のだって言って、その、引き戻すんですけど、その時に肺がんをこう、取ってあげると。で、その肺がんもね、やっぱりこう、タールまみれの、まあ、その肺みたいなね、そのがんみたいなものをこう、手に持ってるんで、結構なんか、ああいうのって、視覚効果というか、なんかね、 よくあるじゃないですか。肺がんに、肺がんっていうかその、めちゃくちゃタバコを吸ってる人のタールまみれというかね、あの、真っ黒な肺の写真とか、なんか海外の、あの、タバコにはその写真が貼っ付けてあって、健康を害しますよみたいな抑止力として、抑止効果として働くみたいですけど、なんかそういうのを、こうね、最後出したりとかしてて、なんかあれでやめた人って、 す、減らしたりとか、タバコ減らしたい、やめた人多いんじゃないかなっていうぐらい、どの、え、ュースモーキングとか、スモーキングハイとかね、タバコにまつわる映がいろいろありますけど、一番効果が、やめさせるっていう意味であったんじゃないかなって、え、見返してみて、それが一番印象的でしたね。その、天、天使と悪魔とかはもう、なんか、別にそれはもう余興っていうかね、あのー、 どっちでもいいっていうか、まあ、あの、ね、好きにしたいっていうか、その、なんていうか、まあ、はい、あの、ね、キアヌが何とかしてくれますから、別にそれはどっちでもいいんですけど、なんかそういう感じがしましたし、やっぱり、その、キアヌはめちゃくちゃ自分勝手な役なんですよね、その、えー、レイチェル・ワイズがね、エレベーターで、あと、ちょっとキアヌがその、開けるボタンを押してくれたら乗れるのに、 乗せるかみたいな感じでね、閉めたりとか、嫌なやつなんですけど、不思議となんか嫌なやつに見えないっていうか、なんか、あ、嫌なことあったのかなみたいな、ね、思っちゃう。なんかちょっとコンディション悪いのかなみたいな、ひいき目で、えー、見てしまうっていうね、ところはあったりとかして、ね、あの、普通に、 本当に、特になんか、あの、言うことないっていうかね、あの、続編も、キアノはやる気があるらしいんで、好きなキャラクターらしいです、コンスタンティン。なんで、もう、この、今、キアノバブルですからね、マトリックスも続編やるし、ジョンウィックも続編やるし、もう、ジョンウィックなんかもう、本当に、もう、やることないと思うんですけど、あるし、 なんで、コンスタンティも、ね、やること、なさそうですけど、今度何やめんのかなって考えてみたときに、やっぱ今の時代、プラスチック製品かな、みたいなね。<laughs> プラスチック製品やめんのかな、ぐらい、そういう感じのなんか、何やめるかなってやるとしたら、それがちょっと楽しみ。 ですね。プラスチック製品とかやめだしたら本当にそれはそれでちょっと面白いですけどね。はい。そんな感じがしましたね。はい。そうそうそう。あの、ね。肺がんのリスク高まりますっていうタバコのね、一部分を巻いてファサってこう、画面に落ちてくるとか、ま、マジで CM っぽかったですけどね。はい。あとその、さっき言った天国に連れて行かれるシーンで長指立てて連れ戻されるみたいな。 その一連の流れはやっぱり Death is g を思い出しましたね。はい。ディス t h ジエンドも結構あの、くだらなくて、えー、昔話っぽい感じの、えー、話なんで、ちょっとまた見る、えー、見る気があったら見てほしいですけれども、っていう感じですね。はい。なんでまあ、えー、コンスタンティンは Amazon プライム アマゾンプライムかな見れるんで、えー、また、ちょっともうほんと、ぼーっと見てられるというか、あの、なん、なんでもないっていうかね、はい、映画なんで、ぜひ見てほしいなと、えー、思います。あの、あと、キスシーンがないのが良かったなと。はい。一回目、二回目だ、まあ、透かしが で、三回目、いよいよキスするでしょうね、ハリウッドだとっていうね。なんか、はいはい、あれですね、と思いきや、ちゃんとキスしないで、ナイフをどっか別のとこ埋めといてくれってわからない場所埋めといてくれっていう、あのキアノのなんていうかな、律儀さをこう、律儀な感じ、キャラをこう使った感じ。いいですね。はい、本当にハリウッドの。はい。 も待ってましたよねこのキスシーンみたいなのってほんとつまんないんの時間が退屈なんであのなくてよかったなと続編やる場合も変にねあのキスシーンとかやめてほしいなって思います、はい、ということでまた明日も何かあげますはい終わりです